スターシードライトワーカーのお仲間の皆さん、こんばんは、マリアです。今日のシェアは、一人一人の認識している世界が違ってきているけれども、それぞれ意見が違っていてもいいんじゃないかというお話です。で、一番わかりやすい例が、今よくテーマになっているワクチンを打つか打たないかということだと思うんですけれども、一方ではコロナになるのが怖いから、早く一刻も早くワクチンを打ちたいという人と、でもう一方ではワクチン自体が、何入ってるか分からなくて怖いからワクチンは、打ちませんっていう人と、人によって全く違う考え方になっていると思うんですけれども、全然その意見が違っていても私はいいと思っていて、むしろそれぞれのバックグラウンドが違うから意見違っていて当然だし、私たちみたいなスターシードライトワーカーは、昔からちょっとこう人、この社会にこう溶け込めなかったようなバックグラウンドがあるので、あと直感が鋭かったりするので、いろんなことを感じ取って、そういうふうに思うに至ることも多かったと思うので、普通の人とは違った情報が入ってきていたかもしれないし、そのバックグラウンドが違うので、それはもうしょうがないなという感じだと私は思っています。でもやっぱりこれが、自分の親がワクチンを打つと言っていたり、予約をしたとか言っていたりすると、やっぱり現実に張り付きやすい、入り込みやすいテーマではあるかと思うんですけれども、実際うちの親も、予約をして、まだ打ってはいないんですけれども、予約をしている段階なんですけれども、でもやっぱりまずは自分が毎日心穏やかでいることっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思っていて、でそこからまだ、何がこれから起こるかわからないし、実際それが本当に危険かどうかっていうのも、確認する方法もないのでわからない状態ではあるので、とにかく自分の状態、内側の状態を整えて、であとは宇宙の流れを信じて、何か、インスピレーションが来たらそれは行動するしてっていう形で、もう信じて、あとは毎日自分が心穏やかでいることが大事なんじゃないかなっていう気がしています。